大山守る王子は、危機に伝えられる古墳時代の皇族。王神天皇の御子で、母は鷹城入姫命。仁徳天皇、都道地イラツコいらつ子の異母兄にあたる。大山守る命とも。王神天皇40年1月、都道地いらつ子の立大使の際、山川林也の干渉を任されたが、兄である自らが皇太子になれなかったことを恨んでいた。 王神天皇の崩御後、密かに行為を奪おうと図り、皇太子を殺害するために、数百の兵を挙げた。しかし、この図り事は前もって、大晦瀬祭村と皇太子の察知するところとなり、都道側の渡河中に私森に扮する皇太子の、計略によって船を転覆させられ、救援を行うも虚しく推しした。意外は、考えらせいで見つかり、奈良座に葬られたという。現在、 この墓は、奈良市法連町所在の円墳に否定され、宮内庁の管理下にある。縁王御国像の娘、まや強火目を妻とし、詰めら子王を生んでいる。詰めら子王は母に従って、唐う御国の土形里に下校しており、その後裔氏族として、土圭君、灰原君などが知られる。土圭君の後裔は、武蔵国玉郡に居住して、肘方氏という名族になっており、 土方歳三との関係も考えられる。ありがとうございます。